ソユーズ m o ス0 2は2016年に国際宇宙ステーションに向かって打ち上げられたソユーズ宇宙船である。打ち上げは当初2016年9月23日の予定であったが技術的な問題により2016年10月19日に打ち上げられた。第49次長期滞在クルー3名を国際宇宙ステーションに送り届けた。 ソユーズ m s 0には131機目のソユーズ宇宙船である。クルーはロシアのコマンダー及びフライトエンジニアとアメリカのフライトエンジニアであった。ソユーズ m s 0には2016年10月21日にポイスクモジュールにドッキングした。ソユーズ m s 0には2017年4月10日に帰還した。降下中にシュパラシュートが展開された際に カプセル内部が一部減圧状態になったものの、173日の飛行期間を終え、11時20分後区に無事着陸した。期間の最終段階で、ソユーズ MOS-0 には高度約 8km で一部減圧状態に陥った。シュパラシュートを展開する際、展開システムのバックルが溶接継手にぶつかり、破損部から空気が漏れて、 カプセル内が減圧したのである。減圧が発生したのは大気圏内で比較的安全な高度であったためクルーに危険が及ぶことはなかった。ロシア当局者はパラシュートの格納方法に問題があったためバックルがカプセルにぶつかったものとみられるとの見解を示した。ありがとうございます。